始まりました。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。埼玉エビションのヒロさん。そうです。あ、どうもどうもどうも。ヒロさんお腹ごっついな。なんか入れてんの？うちの京都の山ちゃんみたいな。ああ。ね。ラッツ。いい。たまたま偶然岡山の積み地の近くで、あれコンビニ入ってきたら、あれ大倉止まってると思ってびっくりしました。寝てると思ったけど起こしたみたいで。いや起きてました。起きてました。なんか何やってたの？ちょっと YouTube、 もしかして僕の動画、動画チェック、動画チェック。いやでもクオンかっこいいですね、ほんまに。いや生クオン初めて見ましたよ僕。生クオン、これ開くんですか？どうやって開くんですか？はい、ちょっと開けてみてください。開けてみてください。なかなか開きません。開いた。おー、クオン初めて見ました、開けたところ。あ、まだ大倉から残ってますね。大倉からちょっと補充しないと。でもこれクオンって中あんまり汚れへんねんな。なんか不層とかわーって汚れるけど、なんかここもなんかめっちゃ全然汚れへんやんな。へー、襟早いっすよ。あ、ここなんで押し焼きライトはないの？まあ、ないです。あ、ライトには押し焼きないねや。でもなんかタンク大きそうやけどな。 4.7リッターちゃんと補充してくださいね。こんなとこにキャブサスがついてたくましいな。へー、こんなんなってんねや UD は。じゃあほんとちょっと一周回っていいですか？はい、閉めてください。ヒロさん、いつもコメントくれてるヒロさんですか？そうです。田中坊とかにも。ああ、そうですか。ありがとうございます、いつも。あれですね、やっぱり UD はアルミ汚れますね。アルミ汚れる。ディスク汚れる？やっぱりあれやな、ここえぐいな。ここ、こう水かけると、うん、黒い水が動いてくる。そんなに稀に洗わな、豆に。やっぱタイヤもあれやな、ブレーキのダストで茶色くなるんな、これ大変やな。もっと豆に洗わんとダメですね。大変やな。うわ、でもこれアドブルータンクでか、結構でかいね。幅あるし。1週間持つ？あ、持ちますね。あ、十分持つ。はい、ええ。タンクがこれ300、300？ そうですね、600ですよ。ほんま、大きいタンクついて。あら、あれやな、ヒロさん意外とアルミ興味ないみたいな。興味あります。これどう見ても。あります、あります。ある？はい、ほんまに道具はね、一応あるんです。どう、あ、そうそう、あんな、みんなそうやね。 ホイール綺麗にしたいという人に限って道具はめっちゃ揃ってんね。ワックスとか。あ、そう。へえ。UD のエアサスは4バックなんや。しかもこれ UD のエアサス、これゴムのところに UD って書いてんねんな。なんかよくわからんけどかっこええな。UD トラックスって書いてるで。見えるかな、 UD トラックス。そう、こんなんなんや。あ、ここが、これ道具箱って何なんでしょう、これ。まあ、一応道具箱ですね。何が入ってるんですか？ここは開けて、リカちゃん人形出てきたらびっくりしますよ、僕。アラマ。アラマ。あー、こんな感じになってるんや。あ、何これ、かわいい歯止め。何に使うの？巻き取りっすね。あ、巻き取りとかやるの？そうなんです。へえ。でも、巻き取りやったら、はい、ここ垂直じゃないと分かるんじゃん、壁。いや、基本はね、うん、こういう使い方。逆に、そうそうそう、逆にそれ。そうなんですよ。そういうことですね。あ、ほんでこれが、テコ棒。テコ棒。テコ棒。コテ、コテ棒。おぉ、いいの持ってるやん。ニスも塗ってるし。最近買ってもらったんですよ。会社に？嘘、自腹ちゃうの？多分給料が引かれてると思うよ。多分、知らんけど。
でもまあまあ慣れたらこれいらんけどね。ああまあ段積みすんの？はしないし、ね、あ段積みせえへんねや、はい、ほんまあ倫理ないもんな。そっかそっか、へえいいやん、こんなん持たしてもうて、もううちのあれやで所長、京都の所長とかやったら足でやっとけー言うてそうそう、井上主任にそんなん言わへん、井上主任に絶対そんなん言わへん。まあなんとかなるでしょ。あ電話や電話。はい道具箱です。あれよし、もうあれですか、呼び出しですか？いやまだしね。大丈夫、今の電話何やったんですか？大丈夫大丈夫ですか、はい、ほんまですか？なんか大丈夫ですか、ほんまに？大丈夫です、ほんまですか、はい、はい、後ろは、あ後ろはこれこんな感じなんや、観音扉棒4つあるんや。そうなんです。あでも今度なんか来る日の見た、見てない、大倉ロジコさんの、あなんか不相の観音入れるから、はい、これなくなる。あなるほどね。あほんまですか、中ハイドローラーですか？は違います、ハイドローラーです、フラット、フラットです、はい、開きます、開きます、ちょっと開けてみてください。はい、こんな感じなんで、あ、OK です。あ、裏こんなんなってんねや、綺麗な、へえ。なんかあれやな、これがっちりついてるな。そうなんですよ、こんな段ボールも、これは冷蔵庫用です、ね、あ、冷蔵庫用で、へえ。そんなん積むんですね、うん、なるほどなるほど、なんか結構キャキャやな、へえ。あ、あれ内張りコンパネですか？そうなんです、あたーやね、昨日ええ匂いするけどね。そうなんや、僕らの白色のね、あの化粧板みたいなついてるんで。そうなんや、これだと匂いがね、うん、やたらちっちゃうっていうか。あ、そうなんや、木に。そうなんです。でもあれやで、こう木やからこそなんか臭い荷物積んでも木が匂い吸ってくれるから、まあ、早い匂い消えることもありますけどね。今適当に言うたけどただ昨日は、うん、なんか、なんて言うんだろうな、牧草の、はい、なんかこう、タタネみたいなのを運んだんですけど、そうなんや、ね、なん畳みたいな匂いして、はいはい、その匂いがね、イグサみたいな。そう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 、こんなとこ室内どのスイッチあるんですか？これはいいですね。だから中がオフでも、うん、ここで操作ができる。あ、これはありですね、あり、ありですね。 UD、ひょっとしてエアサスのスイッチもあるんですか？エアサスはこの下にあります、ね、あ、この下に、あれね。そうですか、これ横開けても大丈夫ですか？当たります？当たります。じゃあちょっとほんだら中をお邪魔していいですか？はい、どうぞ。じゃあほんだらちょっとあれなんですね、バンパーなんか取ってつけたようなバンパーね。そうなんですねこれいや僕ら不走はほら、このバンパーが出てるから、はい、あの元からのバンパーが、はい、こんなんなんやね。じゃあお邪魔します。はい、はいはいはい、よいしょよいしょ、あちょっと中真っ暗なんで、あ電気ありがとうございます。なんかラッシングレールなんかちゃうな、気象とちょっと違うんですよね、なんかちゃうなと思うんだけど。よし、じゃあほんだら床チェック。あ、畳の匂いするわ畳の匂いするする。あ、ゴキブリかと思ったらちゃうかった。こんな感じになってます、 UD の中です。でも内張りも綺麗ですね、傷ついてないし割れてないしね。大事の、もう何ヶ月乗ってるんですか？自分は2ヶ月ですね。あ、これ新車で、はい、あ、本当ですか？ UD ね、僕初めて見るんですよ、マジマジと、はい、あの田中坊の動画では見たんですよ、はい、田中坊、よし、はい、ありがとうございます。はい、はい、電気消しておきます。ありがとうございます。これ UD、 これあれやろ、ノーマルやろ、このな UD のテールよう切れてる人おれへん、まあいますね、片側だけ。そうなんです、何配線が弱いの、あもしくは何なんでしょう、何やろな、変圧というか、もしかしたらもうこれ切れてるかもしれんで、わー大丈夫ですほんまにそうか、はい、こんな感じで雰囲気のスイッチ、うん、あ
なるほどなるほど。これ毒箱開けるためにここが開くようになってんねや。はいはいはい。ちょっと開けてみていいですか。はい、これとこれでこうやって、あ、ここが開くんや。はい、うん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 。なるほどなるほど。これ便利ですね。へえ。でもこれカタ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 言わへん？あ、言わへんな。でもな。いや、意外と言うんですよ。意外とカタカタ言う？はい、そう。こういうの寝てる時カタ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 聞こえる？あ、まあ聞こえないですけど。ここなんか貼ったらええじゃん。ゴムかなんかな。走行中がすごいです。あ、走行中、はい、逆に。はい、へえ。あ、一つ言うていい？はい、そのメガネ、ホンポリック君と同じメガネやで。ちょっと外して外して。これな。これ多分ホンポリック君と一緒で、しかもこれ3人目。あ、ホンポリック君とこの前会った誰かも、その眼鏡ホンポリック君と一緒やでって話しとったとこやね。そう。あ、こっちも同じですか。そうですね。開けていいですか。はい、開けてみてください。また綺麗になんかいろいろと。で、この下がつながってるんですよ。あ、向こうにこう長いのがさせるように。はい、へー。あ、ほんで上はこの手前だけ使えるんや。そう、めちゃくちゃいいなこれ。フソもこれ欲しいな。あ、でもフソエアロやから。そうなんですね。はい、ね。そうなんや。長靴もある、洗車道具もある、アルミ磨くワックスもある。アルミ磨かない磨けない磨こうや。なんかいっぱい、なんかオイル漏れの時の吸着マット。そうですね、それは会社からの支給。もう完璧やね。フル装備です。はい、ありがとうございます。やっぱこういうのあるとすごい羨ましい。そうなん、僕らないから。僕らもうエアロ開けたらここしかないんですよ。だからこれいいなね。どうですかこれ、楽チンは。楽チンですか。よう聞いてます。そうですね、聞いてます。フソまま重たいんですよ。うんとかなるから。ただ1枚で開けようとすると、うん、若干力いる、うんうん、あ、ちょっと力いる。あ、これが UD はフラットパネル、こんなんなんねや。へー。僕らのこれブツブツがないね。あ、な、一枚もんで。あ、へー、こんなんなんや。でも結構あれやな、思ったよりツルツルなんや。もっとザラザラしてるんや思っとった。へー。どうですか UD 乗って。まあ正直前のクオンの方が良かったかなっていうところもありますね。社長見てる。あっ、見てる。オッケー。どうクオン乗って。あ、すごくいいですね。ですよね。でしょ。クオンいいでしょ。まあ、続々とクオンが入ってくるみたいです。あ、マジですか。はい。大倉ロジコさんと。何これ、ここにもあんの。これでも開かへんやん、バンパー。あ、ここもバンパー開くようになってんねや。へえ。開けましょうか。開けてください、開けてください。バンパーを開けて、はい、開ける。おお、これすごい考えられてるな。スラやん、究極やな。あ、これ開ける。はい、あれ、ちょ、大倉いっぱいあるやん。大倉路地のウォッシャー駅が入れないだけで、しかもアドブルーも使えへんけど置いてるみたいな。これ新車からついてるやつちゃうの、アドブルー。これは実は自分で購入して。なん、自腹で、はい、なんで、まあ、あの非常時のため。非常時のため。いや、そうなん、そこ正午で入れたらいいよジューってなかなかね、なかなか他の営業所行かれないんで。なんで正午出入り禁止。そんなことはないと思うんですけど、ね、うん、なんであんまり立ち寄る機会がない。あ、機会がない。あ、でもまあこっち来た時はまあ大体この辺で休むんや。あ、向こう気使うから。う、ああ、そうですか。大丈夫ですよ、シャワーもあるし。うん、シャワーあるから行ってくださいよ。洗車機もあるし。ああ、ありがとうございます。そう、こう待ってる間に洗車もできて、一石二鳥、ワンストーンツーバードと言われてるから行ってくださいよ。もう洗車できるシャワーもあるし、はい、もうね、いいとこなんで行ってください。はい、じゃあこれありがとうございます。はい、1本いただき、嘘です。これどこで買ったんですか。これはオートバックスです、ね、オートバックスで。へえ、こんなウォッシャー駅あったっけ。あんまりあのこだわらないウォッシャー駅の方が効き目があるって言われたんですよ。逆に、そう、へえ、水が入ってるような。ほんま、ダメだと。あ、そう、へえ、あ、その方がええかもしれないですね。そうですか、ありがとうございます。あれですね、雨やからちょっと汚れてますね。そうなんです。ね、帰ったらもちろん洗車やろ。もちろん。あ、これ歯止め、歯止め。
ここ続けてよし、これを上げて、なかなか UD かなりちょっと仮想に手が入ってますね。そうですね。あ、バッテリーはでも交換しやすいですね、そうと違って。こんなんなってるんですね。続いて、じゃあどうでしょう、ちょっとキャビンの中いいですか。じゃあほんならヒロさん、さっき中ベッドの方行ってください。クオンは2段ステップなんですね。はい、じゃあクオンお邪魔します。はい、よし、はい、お邪魔します。タバコ吸いはるんですか。そうなんですね。あ、でもあんまり臭くないですね。ああ、ひょっとしてあれですか、ドクターデイを積んでるんですか。わあ、積んでないです。積んどかなそうか、はい、 UD です。 UD ね、金ちゃんの乗って滋賀のこの3代目です。あ、 UD3 代目です。はい、あれ、これナビあるのになんでナビつけたんですか。操作が分かんなくて、分からんことあったら聞いてくださいよ。ああ、そうですか。こっち使ってないですか、あんまり。いや、使ってます。使ってますね、使ってますよね。これなんですか。それはトランスミッターですね。 FM トランスミッター。ああ、音楽をだったり、うんうん、飛ばして。そうですね。ほんでラジオから聞けるんですよね。そうです。でもこれ電波なんか悪くない、音とか。いや、そんなことない。普通に聞こえる。はい。そうなんや。なんかエスコットかっこいいな。これ横についてるのは何。それはマニュアルのシフトボタン。ああ、ここで上げたり下げたり。はい、こんなところなんで操作しやすい。音しやすいですね、ほんまに。はい、僕らもここなんでね。ああ、そうです、ね、ここなんでそうですか。まあクオンっていう感じですね。そうです ね、まあ、内装は変わってませんね。これシートカバー元がついてるんですか。そうです。あ、会社がつけてくれてるんですか。UD の。いや、会社でしょうかね。僕ね、シートカバーは絶対つけたいタイプなんですよ。ほんで僕のね、ご存知かどうか知らんけど、はい、プレミアムエグゼクティブなんですよ。あ、エグゼクティブ。で、革なんですよ、シート。なるほど。革やけど、上からカバーかぶせましたから、ね。しかも、滋賀のドライバーさんにいただいた分ですから。はい。滋賀のドライバーさんくれたんですよ。いらんか、つけてつけて、言うて。ね、そんな感じです。これなんかエンジン、冷却、水温。普通ですね。そうですね。なんかメーター見やすいな。そうなんですよ。意外と、こんなんなってるんや。屋根、なんかクオンの方が高い高いってみんな言うけど、はい、あんまり変わらんような気するような、ちょっと高いかな。気持ち高いあんなん普通用途って落ちません？わあ、大丈夫です。あれ、大倉のシールみたいなのあるじゃないですか。これはこれどうしたんですか？これはいい。最初の、はい、マニュアルみたいな。マニュアルですか。あれシールないんですか。シールないんですよ。嘘、僕作ったやつ送りませんでした。ちょっといただいてませんね。嘘、僕これ埼玉にも送ってくださいで本社で渡したんですけどね。あれ、大倉ロジコさんお願いします。あれ、おかしいな。はい、作ったんですよ、ほんまに。あ、そうなんですか。はい、でもね、ひょっとしたら間違えて山口送ってるかもしれない。なんか山口2回来た言うて連絡があった。埼玉の分が山口行ったかもしれないです。また作りますよ。お願いします。任せてください。あ、これ Bluetooth とラジオと。あ、ラジオと。はいはいはい。なんかね、僕らね、不走は、はい、こうラジオこんなんじゃないんですよ。なんかこうカーステみたいな、こうナビみたいな、はい、こうステレオがついてるんですよ、はい、ちょっと使いにくい。使いにくいっていうか、まだあんまり使えてないんですけどね。クオンどうですか、乗ってて。走りやすいです。走りやすいですね。運転もしやすい。運転もしやすいですね。ちょっとアクセルとか、あ、これアクセルが、うん、クソと同じになったんですね。そうですね、今回からね。あ、エンジンのこう回転が全然違う。ウィーンがじゃな、僕らのドゥーン、どないやねんってあ、パネルこんなシルバーになってるんや、シルバー調に。そうですね。でもあんまりあれですね、ヒロさん中に着飾ってないですね。そうなんです。普通ですね。
でもやっぱり不走に乗るといつも思うんが、はい、やっぱり背低いですね。あね、横バーって大型とか来たらちょっと目線上ちゃいます。あ、そうですそうです。ちょっとこうグッて。クオンは多分4トンと同じ目線ですね。あ、目線それぐらいなんですか。だと思います。そう。これ、うん、シートグッて上がらないですか。エアサスみたいな。あ、できます。できるんですか。はい、今度は走ってボヨヨンボヨヨンってなるんですか。それはならへん。はなります。あの解除してあれば。あ、解除したら。うん、今固定しちゃったら。ええええ。どうですか、ヒロさん。なんかこの配線ごちゃごちゃなってんで。ごちゃごちゃ。ちなみにこれがエアサスのスイッチですか。そうですね。ほら、なんかクオンもなんかほら積み込みしとったらこう下がっていくとか下ろしとったら上がっていくとか、あれ解除する方法あるんですか。あれはストップボタンを押すって言うんですけど、うん、ちょっと使い方は自分よくわかんないん。まだ分かってない。まだ分かってない。そうなんや。でヒロさんは、はい、いつもあれ YouTube とか何で見てるんですか。はスマートフォン。あ、スマホで見てるんですか。はい、あ、そうですか。スマホで画面は小さいけど、うん、これを使って音を飛ばして、ええ、あ、音は飛ばして、あ、なるほど。臨場感。あ、もう言うたらもうドルビー NR みたいな感じですね。そうです。スピーカーここに2個あるの。2個だけですね。え、4つないのスピーカー。後ろないんです、ね、あ、ないんや。ただ本来は扉のところにもつくような、はい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 、部分はあるんですよ。あ、これにはついてないのや。そうなんです。カスタムちゃうから。いや、どうですか。カスタムちゃうから。そうなんや。すっごい思った時、ヒロさん年いくつですか。41ですね。ああ、ほら僕の7つ下、8個下ですね。そうです。8個下ですわ。あんまり変わらんですね。変わりません、ね、変わりませんね。ですか。ちょっとこれブレーキ踏んで、はい、オートマちょっとギュッてやっていい。はい、これどこの奥のボタンを押すの。そうです。ほんで引くの。そうです。これが N。 これがマニュアルモード。あ、ここの線に合わすの、はい、あ、ほんならこれがドライブ。はい。あれ、これどこに合わすの。 N。 N が、うん、帰る時とか、うん、エンジンを止める時の場所。あ、ほなもう基本ここですか。そうです。ああ、あの普通の車みたいに R、 あ、 R じゃない、ドライブ、え、普通の車ってどこで止めてましたっけ。はパーキング。 P ですよね。これ P はないんですね。そうなん。ああ、そうなんや。へえ。ほんでマニュアルの時はこれを M にして、ほんでこのマニュアル操作するの。そうです。あ、そうなんや。へえ。クオンは何速発進できるんですか。はマニュアルだと多分3速発進。3速ですね。へえ。え、ほんでオートマやったら何速発進できるんですか。まあ、4速。あ、4速発進ができるんですか、はい、3速は3ですね。4はできないかな。3速発進ですね。へえ、そうなんや。はい、ブレーキ離してんかな。はい、はい、どうぞ。ですね。はい、な感じです。なんかこれくるくるつっとったらボタン押しにくない。ないですね。オートクルーズは使えへんの。は左のボタン。あ、こっちがオートクルーズ。そうなんや。オートクルーズ機能どう。機能最高っす。あ、最高、はい、もうずっとついていて止まったら止まんの。そうっすね。もうビタッて止まって。あ、何キロ以下は、うん、あの解除になっちゃいますけど。あ、そうなんや。警告音がずっと鳴りっぱなしです、ね。へえ、そうなんや。不走はずっとついていって、ほんで止まったら止まんねん。あ、止まるけど動き出すときにアクセル踏まなあかん。そう、そうなんですよ。ほんならもう速度落ちていったらビタッと止まれんけど、自分で、まあ、あの解除された時、解除されて自分でブレーキ踏むんや。かもしくは、うん、まあ、車線変更で回避をして、うんうんうん、そこからまた自動で加速して。ああ、そうなんや。へえ。使いやすいと。使いやすい。そうですか。なんかハンドル、なんかハンドル薄いな。あ、そうですか。なんとなく。あ、そんなことないか。そうですか、ヒロさん、はい、今日はありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。いっぱい橋あるで。あ、いっぱい橋ある。お食事の量が半端ないんです。なんでお食事半端ない。そう、これなんで群馬の便利情報地図があるの。これは一応ここに、はい、地図がいくつかあるんですけど、ええ、ヒロさん群馬なんですか。違います。今時なかなかもうないですよ、こう地図積んでる人。あ、本当ですか。もう今ナビで行けますじゃん。
いやそれがね、はい、やっぱり、ええ、大型禁止の場所があって、いやいや、これこれこれな、これナビタイム、あ、まあまあまあ、それもねよく活用はするんですけど、この前実は、2週間ぐらい前に、摂津市で、はまったんです、はい、迷子になって交番で道を聞いて摂津でそうなんや、あ、そう、なんか商店街みたいなところ入っていっちゃって、もう泣きが入りました大体わかるやん、そこ行くまでの間に。そうなんですけどね、そう、大変やったな、大変です。脱出できた、できた、あ、よかった、はいはいはい、おー、なんや、これあれですか、埼玉の帽子は黒なんですか。そうですね、僕らいただいたのはこれですね。あ、黒いいですね、僕らあの灰色ですわ、グレーです。あー、グレーと、あとあのポットはあれですね、ドンキで買いましたね。そうなんです、あれヒューズ飛びませんでした。うわ、今のとこ大丈夫ですけど、うん、これクオンは12と24両方あるんで、うん、うんうんうん、これわざわざ12を買ったんですけど、うんうん、ちょっと湧く時間が遅いですね。え、ちょっと待って、12と24があんの、はい、もうデコデコいらんのなのにデコデコがここにある。あ、これデコデコ、なんでデコデコいるの。いや、まあ一応ね、飾りで、飾りでトラックドライバーって言ったら、うん、デコデコかなみたいないやいやいや、おかしいや、もうここ12ボルトあんねやろ。そうなんですあ、まあでもまあまあ増設ちょっと増やすためにな。まあそうですね。ね、増設、まあこっから取るよりも増設してこれね、これデコデコってあれですか？なんかジェットとかで売ってるやつですか？そうですね。これ何本で買ったんですか？それは安かったです。僕もね、デコデコつけようと思って大きいやつ、はい、調子乗ってどこにつけたらいいですかってやったんですけど、はい、どうもあれアンペアが大きいから、はい、あの普通のコンセントから引いてもアンペアがあの大きすぎるから、ヒューズより大きいから。あんまり良くないって言われた。あ、詳しくは分からんねんけど、あんまり良くないよって言われて、そう。そうだ。だからつけるやつもこんなちっちゃい方がいいんかなーと思って。ただやっぱりこれは、直流、うん、直流じゃないと、うん、その、ポット、うん。トラックの中のヒューズが落ちちゃうよっていう。あ、だって僕ね、ドンキで買った24ボルトのやつやったら、ヒューズ落ちましたもん。あれ？ヒューズ切れて、ほんで交換しました。ここにね、一応書いてあるんですよ。直流でないとあかんんですか？直流。これ何流なんですか？それを外して、うん、市が直から取れば直流ってことじゃないですかね。そうっすか、うん、関東の解釈です。ほら、まあ一応まあ使えるのは使えるんですか？これで。一応使えます。湧きました。はい、僕ね、沸かしとったらね、プッて切れたんですよ。だから24の方は、10分ぐらいで沸きますけど、うん、はいはいはい。12ボルトの方は30分ぐらいかかる。ああ、ちょっと時間かかる。へえ、そうなんや。なるほどな。俺さっきから思ってんけど、UD シート硬いな。そうですか？うん。もう全然違う硬さが、あのディスってとかそうなんじゃうけど、あのお尻痛くなるな。ああ、まあ。あね、フソ慣れかもしれんけど、フソはね、こんな硬くないです。あ、はい。言うて、またディスってる言われる。そうですか。どうですか、大倉に来て。まあもう最高っす。何ヶ月ですか。今3ヶ月目ぐらいです、ね、あ、3ヶ月目ぐらいですか。ああ、そうなんですか。最高ですか。最高っす。そんなに2ヶ月3ヶ月目でもう最高っす。もう今分かりました。そうですか。もうあの大倉からのトラックに乗りながら、はい、大倉の制服を着てるのに、はい、大倉の車が前から来ると、はい、ドキドキしちゃう。大倉やみたいな。なあ、ほな。この前、ええ、たまたま常用営業所の前を通る機会があって、はい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 、通ったんです。うんうんうん、あ、ここが中さんの動画で出てくる。ああ、なんか寄ってくれたらよかったですのに。ちょうど急いでたんです。急いでたんや、そうなんや。まだちゃうないですね。そやけど UD これモニターブル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 めっちゃ震えるな。そうなんですよね、振動がすごい。振動がすごいな。そういえばほんまにね。えそうか。まあでも UD 乗りたいっていう人もおるんでね、ほんまに。なんか UD 乗れますかってメール来ましたもん。本当ですか。僕メール返しましたもん。わかりませんやんって。わかりません。僕が決めるんじゃないんでわかりません言うてね。まあでも UD も多分続々と来るんじゃないですか、これから。そうですね。
続々と、ね。続々増車、お願いします。ね。いや、もうずっとこれ、ずっとこれ乗りや。ずっとこれ、これ何キロ乗ってんの ?2 万8000キロ。そうです。ああ、全然ですね。そうなんです。全然ですね。これからですね。そうです。ね。ずーっとこれ撮影してるけど、まだ電話で呼ばれないですね。そうなんですね。僕らね。あ、僕もね。あ、そう、ね。そう。まだまだこれから、はい。爆睡できそうですね。で、もう一眠りできますね。です。今日はありがとうございました、ヒロさん。ありがとうございます。ヒロさんって HIRO のヒロさん。そうです。ですよね。そうです。はいはいはい。ちゃんと覚えてますよ。あ、ありがとうございます。いやー、まさかここでヒロさんに会えるとはほんまに思いませんでした。いやー、大倉、でした大倉止まってると思って、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、終わりましょうか。はい。じゃあ、最後のあれ。例の。ポチッとな。ポチッとな。はい。ちょっとエンジン切っていい？もう鍵つけてくれたん？キーホルダー。これでも昔のやつやん。そう。なんで持ってんの？うちのドライバー、浦和のドライバーが、不走の、そう、あーさんにもらった、あったあった、そうやった、ですです、会いました会いました。これもなんか急遽着いたみたいですね。そうなんです。ね、ロジコさんの動画見てたら、最初これなかったですもんね。はい。これ着いたらやっぱかっこいいですね。感じです。もうヒロさん、もうこのステーも、もうちゃんと磨いたって茶色になってきてるで。あっちもほんまに今日頑張ります。でもミラーなんかあれやな、ちっちゃいな。ちょっと不走になれたらちっちゃく感じる。でもあれやな、ドアのあれ3倍バイザーっていうの、ドアのバイザー、はい、なんかかっこええな。なんかやっぱりこうタバコの煙がファーって出ていくような感じ。あれはどうなんですか。僕はもう半分以上開けちゃう。でもな、サンバイザーってこれな、はい、洗車した時バイザーに被ってるとこ吹かれへんやん、はい、あれがちょっと今もやっとすんねん。いつも開けて拭いてすんねんけど、はい、感じです。ほんまに今日はありがとうございました。ほんまになんかマフラーのとこなんかえぐいな。あれなんでこんなのなってんの。かっこええな。かっこええな。じゃあほんなヒロさん、はい、週末、はい、洗ってください。あ、ね、僕の動画見てアルミもギュインギュインに磨いてください。ギュインギュインにしてください、はい、京都綺麗人多いよ。なかなかですよ。負けないよ。これそう、よっぽど頑張らなかった。そうなんです。ほんま大変やな、ブレーキダストで。やっさよ、もうタイヤもほんま茶色なもんな。えぐいな。そうなんです。これが4本ともなんだ。4本やな、えぐいな。ほんまやな。ほんまに豆に綺麗にしてください。はい、ここサインしておきます。仲いい。あれ実名で。もう今日シールなくてほんますので、キーホルダー、はい、ありがとうございます。じゃあまたまたゆっくりしてて。もう寝て寝て。あ、いいんですか。寝て寝て。電話かかってくるから。あ、寝た頃に電話かかってくるから。そうそう。じゃあほんなら僕もちょっと休みます。はい、言いながらこれめっちゃ編集して、うわーって編集して、よっしゃーって言いながら。じゃあヒロさんまた、はい、あれメガネ本舗リック君と一緒やでしょ。あ、一緒ですか。もう一緒、もういいです。じゃあね、出て。じゃあおやすみなさい。はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様です。ちなみに T シャツサイズなんぼですか。いや、5L です。5L ってか、ちっちゃいんで。はい、お疲れ様です。はい、失礼します。はい、終わり。